ようございます。集合場所でまずは足のストレッチをしながらキンタナ選手を待ちます。今日はキンタナ選手とカストロビエホ選手とスタートしました。この直後にビクター選手たちとも合流しました。今日最初の上りは 3.8 キロの上りでした。次の上りを目指して下っていきます。今日2つ目の上りは約6キロの上りでした。キンタナ選手はメニューをするということでカッとんでいきました。3つ目の上りは約7キロの上りでした。2つ目の上りを終えて再びキンタナ選手とカストロビエホ選手と3人になりました。頂上は 2000m 近いので上着を受け取って下りに入ります。4つ目の上りは約 5.5 キロの上りでした。メニューを行うキンタナ選手の後ろでカストロビエホ選手のペースに遅れないように上っていきます。イージーペースとはいうものの楽ではなく、合流地点の少し手前で遅れてしまいました。最後の上りを目指して下っていきます。先週まで営業していたスキー場ですが、いよいよ今シーズンの営業を終了したようでした。先日登ってくる時に撮影したツールドフランストンネルです。向かい風のつなぎ区間を走って最後の登りへ向かいます。最後の登りは 5.3 キロの登りでした。ここでもメニューを行うキンタナ選手の後ろでカストロビエホ選手のペースに耐えますが、残り2キロぐらいでちぎれてしまいました。最終的に5時間 3300メートルアップほどのトレーニングになりました。今日の動画も良かったなと思ってくださる方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた明日。